しますよね。そうですね、WKA ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンアンディ・フグに佐竹正明が挑戦する一戦ということにもなりますが、それよりも何よりもお互いの思いがぶつかり合う試合であります。さあ今試合開始のゴング、ワクワクしますね。ワクワクしますね、1年半ぶりに見る佐竹、佐竹が間違いなく今リング上で戦っています。でもいい表情してましたね。そうですね、先ほど大阪の話してましたけど、あの少年の頃のようなですね、そのまま夢を追ってるような顔をしてましたよね。自宅の周りをランニングしながら、とにかく頂点に立つんだ、空手で俺は頂点を極めるんだと、あの上を目指していた頃のあのギラギラしたような、あの表情に何か佐竹が戻っているような気がします。さあ石井さん、1年半ぶりの佐竹、一体どこまで佐竹はあの頃の絶好調の佐竹に戻ってるんでしょう。いや、あの体調的には万全だと思います。あとは試合勘ですね。そうなんですね、でもあの逆に僕あの鬼のような顔をしているアンディ、あんな顔初めて見ましたね。なるほど、アンディにもやはりその佐竹がリングを離れていた間に自分はこれだけ強くなった、そしてもう頂点をアンディは極めました。そうですね、まあ、そういう意味では先を越されちゃいましたね。そうですね、その辺の自信がおそらくこの鬼のような表情に現れているんだと思います。さあミドルキック、アンディ、K1 のパイオニアが佐竹選手だったら、ね、K1 をですね、より、本当に成功させたのは、アンディ・フグというですね、あと2人ともですね、大手が投稿し、しかしこれは空を切っています。この K1 の中で大きな修羅場をくぐってきましたからね、ね、数々で今まで本当につらいつらい日々を送ってきたアンディ、今年ようやく頂点を極めることができた。そして今迎え撃つのがあの3年前空手ワールドカップで河原1枚の差で負けたあの佐竹正明、まあ、その頃のデータはもう本当に関係ないですね、今や2人ともあの頃の何か挑発するような表情を見せながら、いやこんな風貌を見たのは初めてです。闘志がみなぎってますね、いや石井さん、あんな風に自分の闘志を前面に出すような風貌って初めてですね。今日のアンディ・フグの何て言うんですか、投手って言うんですか、過去最高じゃないですか。過去最高ですね。佐竹は冷静ですよ。あ、そうですか、左左回ってますから。あのね、必ずアンディの右側、つまり佐竹は左回らなくちゃいけないんですね。あ、なるほど。そうするとアンディの得意な左が遠くなるんです。なるほどね、作戦通りですね、佐竹は。佐竹選手もね、大試合はもう100戦メンバーですからね。そうですね、ただ1年半のブランクですね、でもね、ブランクというよりも、彼にとっては充電器と自分のパワーアップの時期だったと思うんですよ。だから僕は逆にいい効果を今回生んでると思いますよ。そうですか、打たれ強い佐竹選手であるんですけども、あんな強豪ばかりですよ。あの右危ないですよ、ね、さあ待ちに待った時間というのは本当に勝つのがあっという間、もう第1ラウンドが終了の時間を迎えようとしています。いや、それと飛び込んでいった、しかしこれはかわしている、見切っている。ここで第1ラウンド終了です。佐竹正明対アンディ・フグ、第1ラウンドはほぼ互角。試合はこれから第4ラウンドです。この試合は3分5ラウンド制、あと6分間で勝負が決します。佐竹が出てきましたよ。佐竹が少し詰まり出てきましたね。佐竹、ちょっと鼻血が出てますね。ああ、そうですか、おっとスピンキック、左のフック、左ストレート、これも返します。あの鼻血ですけどもね、先ほどのラウンドで左ストレート、あの後今インターバルで指示を受けてる時にツーッと出てきました。あ、そうですか、いや本当にこの一瞬一瞬はっきり我々には分からないようなところでも戦いが続いているし、その辺の怖さってありますね。おー、下にストレートだ、左ストレート、これはスリップダウン。あの左ストレートがヒヤッとしました、ね、あの左ストレートは、これ左のハイキック。さあ佐竹、1年半の空白を果たして埋めることができるか。ちょっと出血が、鼻血が激しそうですね。おー、下にストレート、また左ストレートは大丈夫です、見てますよ、はい、うん、ご覧のように目の光がまだ消えていない佐竹。この試合に身体をかけるというようなコメントもありましたが、とにかく自分が燃え尽きるようなそんな試合をしなければこの段階でははっきり言えない、ただこれが最後という気持ちを持って一試合一試合思い入れを持って戦いたい、佐竹はこう語っていました。アンディ・フーはさあ来いって感じですね、その思いは当然アンディも分かっているし、お互いがお互いにこの試合にかける思いを分かってますよね。残り1分30秒、第4ラウンド、
サウスポースタイルアンディフグ。さあフロントキックを前に徐々に出ていきます。アンディ三宅さん、はい、どうぞ。アンディ陣営は前のラウンドややアンディ自身がその足元のスリッピーなのを気にしてそれで距離が詰められなかったっていうんですね。ですからこのラウンドをクリアすときにあの足元滑り止めをかけて、はい、その辺ねセコンド陣がケアをしていました。距離の取り方については全く問題がないと、はい、あとは攻めた後のガードに気をつけるというこういったことを言ってますね。そうですか、攻めた後のガード、これまで何度も苦い思いをしてきたその辺のディフェンス。さらにもね、ちょっとジャブで誘えばいいんですけどね、右のクロス打つときに自分で待たないとですね、はい、先にこうちょっとペイントかけて誘わないと、あれは右で狙ってるんですけど、あのカウンター狙ってますかね、そうですよ。そのカウンターを取るために誘い水も欲しいですね。アンディは左のガード下がるんで、あの右を入れようと思ってるんですよね。なるほどね、さあバックスピン、さあ前に出ていくチャンスを迎えた。そうですね、アンディも決して打たれ強いわけではないですからね、佐竹選手チャンスあると思うんですけどね、狙ってますね、その一発を、一発を狙ってますね、先行一滴その一発を待っています。本当にいや一言一言なんか声を発しながらこう言ってますね、肩を抜くようなですね、そんな感じですよね。共に持つ侍スピリット、今横浜のリング上で火花となって散っています。第4ラウンドが終了しました。さあ勝負はいよいよ最終ラウンドにもつれ込みます。もっと前に出てきて戦ってほしいというそうですね、声が出ましたね。倒すか倒されるかなんで、この3分間ですね。あ今さあもうあと3分しかない、2人の思いを思うにはこの3分しかない。分かってると思いますよ。左のハイハを食いしまった佐竹、さあ右のストレート、これはスイッパー。2人の思いを完結させるには5ラウンドでは短いのか。やっぱりアンディが必要以上に思い入れが強いんで、アンディが固まってますよ、はい。宮家さん、はい、アンディサイド赤コーナーはフィニッシュ決めてこいと言ったタイム。さあということでストレート、あ、来ましたよ今の左。左ストレート、アンディの左。左来ましたよ。再び鼻から鮮血が噴き出しました佐竹。アンディ聞いてるかいかない。蘇るか。そう決まった王伝説。あるいは王者の意地が佐竹を返り討ちにするのか。ハイキックは左。さあ出てこい佐竹。最後行ってほしいですね。前に出てこい佐竹、ね、左の入り佐竹、ね、に出てほしい。この声は倒さないと勝てませんよ。前の横浜アリーナ、1分30秒佐竹、あと1分30しかない。アンジュは出演しか受けるんですけどね、残りがあと1分。出るか佐竹、アンディ出るか。残り時間があと45秒、あっと左フックカウンターで来る。残りがあと40。佐竹正明対アンディフグ、WKA ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ。さあどうだ、残り30を切った。狙わないか佐竹、しかしこれはノーダウンスリッター、ヒルトが見えるからですね。回転回し蹴り、フルトルネードが出ました。打っちゃわないと、打っちゃわないと、残り10を切りました。打っちゃわないと、打っちゃわないと、もう時間ですね。もう時間がほとんどありません。今試合終了のゴングが鳴りました。この声をこんな風に両手です。